マブラブフォトメロディーズ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、翌日の屋内レクリエーションを控えた2日目の終わりかなですね。以上、本日も終わりと。我ながら精密さに、おいても、完璧だ。やはり、4人国城かな。俺直伝の真壁式書類作成術は使えるな。この報告書を目にした教官殿たちの驚嘆する様が手に取るようだ。今日で、中枢施設の視察は、概ね終わったわけだが、結論から言えば欧州最高と称されるドーバー城要塞基地も規模の大小こそあれ、設備自体は帝国のそれとさほど変わるものではなかった。だがそれも当然のこと。俺が見ることを許された機密レベルの低い範囲の印象を持って凡庸と断じるのは早計というものだ。だがあれはいただけない。午前中に見学した兵士の基礎訓練、あのいい加減さは並行したな。統一されたカリキュラムに従っている様子はなく、個々に好き勝手なメニューをこなしているようにしか見えなかった。あれではいざ戦闘となった時に部隊の統一行動すらままならないのではないだろうか。アイヒベルガー少佐や、ララシュタイン隊など極めて優秀な英士が数名いたとしても、他の英士の技量に、まだらがあっては部隊の総合戦力は低下してしまう。個々の苦手な部分どこを潰していってたりするんじゃないのかな、そういうのって。中でもブラウア少尉は目に余った。あの人はあれでも貴族なんだろうか。やれかったるいだのなんだのとは常に不平不満を垂れ流しっぱなし。訓練中のあのような言動、我が帝国の軍隊では絶対許されない。マリモちゃんが見たら激怒だな。やはり際限のない個人主義やプライバシーの尊重があのような甘えを生むんだろう。その点では部隊員に家族的な関係性を保たせ、連帯感と、組織的対応術を習得させる我が帝国の管理手法が数段優れていると断じていいだろう。この件、アイヒベルガー少佐に申し上げた方が良いのではないか。いや、差し出がましいだろう。基礎訓練だからと軽視せず、規律正しい組織だったカリキュラムに移行すべきだと。でも変だな。この部隊はこれまでも同じようにやってきたはず。それでも欧州に、チェルベレスありと称えられるほど、盛況さで知られるのはなぜだ。やはり他の英士の技量など関係ないほど七英雄の実力が、突出しているということなんだろうか。それはもう実弾演習見てからの話にした方がいいんじゃないかな。夕食後の自由時間、士官食堂で他の英士についていろいろ聞いたが。ところが清十郎、小隊長にはね、とんでもない秘密があるのよ。待て、イルフリーレン。清十郎にそれを話すのはどうかと思うぞ。イルフィーが話さなくても、いずれ隊の誰かから聞くことになりますわ。そのとんでもない秘密というのは、そんなに有名な話なのか。いわゆる光線の秘密というやつか。注意の眼帯、清十郎は気にならなかった？ああ、確かにね。いえ、最近負傷されて疑似生体の移植待ちだとばかり思っていましたが。違いますわ。私たちの配属以前から、注意はずっとあの眼帯をされておられますのよ。固めだとな、立体感がな。その辺どうしてんだろうな。疑似生態を移植せずに、それは英氏にとって致命的なのでは。注意の家系はね、代々法王の勅命で異端審問を行っていたそうよ。とりわけ魔女狩りでは相当なことをやったらしいの。魔女狩りというと中世のあれですか。そう。でもそれは世を欺く仮の姿。実は魔術の研究に全てを捧げるオカルト主義の家系で、異端審問は他人の研究や魔導書を奪う手段だったの。そのおかげでオカルト好きだった前の独裁者にはかなり重用されて、ベスターナハケは相当な栄華を極めたそうよ。でもね。でもララシュタイン隊員ならまだしも注意にまでそのようなオカルト疑惑か。確かに戦前のドイツ独裁者は神秘主義に傾倒していたというが、その呪われた血に刻み込まれた怨念が何の罪もない注意に。え？じゃあやっぱり注意は先天性の魔眼よ。は？
ま、なんですって？生まれたばかりの赤子の右目には、おぞましくどす黒い魔眼が開いていたのよ。魔眼の瞳には魔法陣が刻まれていて、あの眼帯を取ると、レーザー球を凌駕する出力のヘイトブラストが！ヘイトブラスト？だったら、眼帯取って戦ってくださいよ。どう？怖い？はい、あなたか。許してくれ、聖獣郎。注意の眼帯話のバリエーションは、舞台員の数だけあると言われていてな。はあ。みんな、それを外部の者に風潮することに、無駄な情熱を注いでいるのだ。本当に無駄だな。なるほど。いつか誰かから聞くことになるというのはそういう意味か。実際には、網膜投影とリンクする精密照準用の電子機器が移植されていて、戦闘時以外は眼帯で保護しておられるんだ。へえ、すご。電子機器を直接、どうしてそんな。さてな、注意にもいろいろとご事情があるのだろう。同じ舞台であればそのような事情こそ共有し絆を深めるべきだと思うが。ところで聖獣郎くん、私たちの舞台がなぜセルベルスと呼ばれているのかはもうご存知？まあさらっと聞いたよね。はい、昨日フェリナの将尉から伺いました。欧州を地獄に立てその門を守る神話の獣であると。やはりかっこいい。我が軍でももののけの名前とか舞台名に積極採用すべきなのでは。なんだろう、こなきじじいとかつるべ落としとか。例えばそう、一つ目小僧大隊。お前がボケたらさ、俺のボケが潰されるだろ。大だらぼっち連隊。もうちょっとなんかないのかな。火の鳥とかさ。火の鳥はでも日本のあれじゃないのか。カッパー大隊？何かがダメだ。微妙にダメな感じだ。妖怪ってでもこういうのでかっこいいってならないよな。セルベルスに三つの頭があるように、私たちの舞台にも三つの頭がありますのよ。三つの頭？一個戦術機大隊が三個中隊で構成されていることを思い出せ。ああ、なるほど。各中隊長がそれぞれセルベルスの頭に例えられているんですね。その通りですが。またしても不調が一致して、一致していて小肉たらしいくらいかっこいい。黒き狼をアイヒベルが少佐、音速の男爵ララシュタイン対、もう一つは第三中隊を率いる衝撃のバラ、リオンシュトルムガイスト対衝撃のバラ。あいにく裏宇宙隊はモンサンミシェル要塞の間引き作戦に派遣されているため不在だが。ブラウはドイツ語の青だ。セルベルスの中隊長はそれぞれの色を背負っているの。へえ。機体も強化装備も中隊色なの。へえ、いいね。はい、ララシュタイン隊の搭乗機がシンクなのは有名ですね。競歩にも出ていました。色を背負うか。赤い戦術機を彼、ゲルハルト・ララシュタイン男爵。やっぱジョジョだな。あのようなひょうひょうとした人物だってことは驚きだが、英雄伝とその機体色ゆえに日本にいる頃から興味があった英士の一人だ。特殊な彩色の機体に施すのは貴族あるいは騎士という出自の英士で構成された部隊ならではのこと。登場者の C を機体色によって、注目にさらし、士気を鼓舞し行動を律する我が帝国古代の思想も近いものだろう。あー、なるほどね。あれだよな、紫とかね、武見一氏が紫だったりするっていうのがそういうことってことだよね。だがそれは決して軽々しく語るべきものではないのだ。そうかな。俺もあと数週間後には真壁の仮名とこの絵の過去を背負った機体色の戦術機で、戦場に赴く。俺は死の8分を生き抜くことができるだろうか。いや、生き残らなければならない。真壁の男女として帝国この絵の一員として、皇帝と将軍、そして民に尽くすためにも。こうして赤をまとう伝説的英雄の中隊で研修を受けられる幸運に恵まれた以上、絶対何かをつかまなければならん。英雄伝の七騎士、早くその実力をこの目で見てみたい。例外は
白き妃狼、バーレンホルスト中尉の白、ゼルベルス第四の首だ。妃狼なんだ。ゴーローって言ってたな。そういえばファーレンホルス中尉は英雄伝の七騎士でありながら、なぜ今の階級なんでしょう。本来であれば中隊を率いられていてもおかしくないのでは。中尉がそれを望んでおられないからな。へえ。昇進を拒み続けているんだ。武家にも等しい貴族出身の軍人が昇進を望まないって。だが階級は必要ない。中尉は実質的に大隊の副官であり、それを皆が暗黙のうちに認めている。まあ中尉の実績を皆さんが認めるのは分かりますが、それでは命令系統に混乱が起きてしまうのではないか。やっぱ硬いな。まあ日本的な思想ではあるんだけどさ。中尉はゼルベルス中隊の第二小隊長、いついかなる時も少佐のおそばにいらっしゃいますわ。はあ。中隊長になってしまわれたら、そういうわけにはいきませんわよね。まあそうですが。そこまで思いを貫けるなんて素敵。この表情、嫌な予感がする。昨日はアイヒベルガー少佐の話の流れからいきなり叩き飛ばされたんだ。聖十郎くん、おかしいでしょ。イルフィーはあのお二人の話になるといつもこうですのよ。はあ、もしやファイラの少尉は少佐に思いを寄せておられるんでしょうか。今までの話からすると、アイヒベルガー少佐とファーレンホルス中尉はただならぬ関係。ファイラの少尉が、割り込む好きなどあるまい。どうやらイルフリーでは少佐に憧れるあまり、注意までもその対象になってしまっているようなのだ。守備一貫。さすが細かいことを気にしないだけのことあるが、なんか違う。何よ、二人とも失礼ね。いいじゃない、お二人が素敵なのは事実なんだから。憧れるのは私の自由でしょ。いつも物上に遠くを見つめ、言葉少なく岩尾のように佇む少佐、かっこいいよな。その傍らに慎み深く、それでいて揺るぎない強さをたたえて影のように寄り添う注意。いやー、なんて素敵なの。ああ、また入った。少尉は興奮するとすぐはたく癖があるな。まだまだ幼いですわね、イルフィ。あのお二人のベストツーショットといえば、データの返り地に染まった黒と白の機体が黄昏の戦場で寄り添うお姿、まるで宗教画のようですわ。めっちゃ見たいな。これあれかな、なんだっけ、シュバルツマーケンだっけ。なんかあるよね、外伝のあれの出てきたりすんのかな。そしてお二人が描く戦闘軌道、まるでワルツを踊るかのように優雅で美しい。また始まったか。聖十郎、ルナテレジア、こうなると長いから覚悟してくれ。聖十郎くん、おかしいでしょ。ルナは戦術機の話になるといつもこうですのよ。ビッツレーベン少尉は戦術機にご興味を。ご立派です。おそらく日本の戦術機について根掘り葉掘り聞かれることになるぞ。あー、いいんじゃない別に。さすが騎士の血統、騎士にとって戦術機は馬や鎧のようなものと、フォイリナ少尉に聞いたか、戦場では命を預けるパートナーに情熱を注いで何が悪いというのか。あ、どうしたんですか少尉。どうもいかんな、少尉の突飛な行動に対する警戒心が高まりすぎて一時反応してしまう。これで俺がビクビクしてるようではないか。大変、もうこんな時間。ごめんね聖十郎、私ちょっと用事があるから先に行くね。聖十郎お願い。わかった。ごきげんよイルフィ。でね聖十郎くん、少佐の機体はユーロファイタス社のテストベッドも兼ねていて、その主機と蓄電機出力は。あれは逃げたんだろうな。フォイリナ少尉はビッツレーベン少尉の戦術機話にへきへきとしている様子だったしな。確かにあれはすごかった。たまにであればいいが、たびたびでは逃げても仕方がない。結局自由時間ギリギリまで戦術機話に花を咲かせたビッ
ビッツレーヴェン少尉は満足したのか先に部屋にお戻りになってしまうし。しかし、それもビッツレーヴェン少尉の美点。色恋沙汰に注ぐフォイルナー少尉の情熱よりは、はるかに共感できる。決してフォイルナー少尉が劣っているとか、悪いとか言いたいわけではない。いい人であることは間違いないのだ。勝手なイメージかもしれないが、騎士や貴族らしさ、そういう目で見てしまうと、どうしてもビッツレーヴェン少尉やバルキャンマイヤー少尉の輝きに目がいってしまうのだ。朝の遠乗りの時のあの凛とした佇まいは何だったんだろうか。あれは、これはやはり共感の差なのか。共感は相互理解と距離感に重大な影響を及ぼす。マカベ家随一の、建物でもある八景、喜八郎の君は正しかった。それが証拠に、早くも俺はこのおしぼりが楽しみになっている。研修が終わり部屋に戻った際、多少ぬるかろうがおしぼりで手や、顔を拭う清涼感は本当にたまらない。そのようなおもてなしの心、相手の喜びを大切に思う気持ちで共感するのだ。まして時間ギリギリまで話をしていても、俺が部屋に戻る前にきちんとおしぼりを手配してくださる手際の良さと真心。はあ、ビッツレーヴェン、いえ、我が城内ではその美しき名を呼ぶことをお許しください。ルナテリチラ少尉。この聖獣楼、あなた様のお心遣いに心から感謝申し上げます。は、兄さん、事件です。そういえば聖獣楼は時々ルナテリチラ少尉からたならぬ視線を浴びるのです。これはひょっとして。バカな、俺とルナテリチア、もう呼び捨ては、まだ出会ったばかりだぞ。しかし、愛に時間は関係ないと密かに教示してくれていたのは、喜八郎に。先ほども証明された兄上の正しさ、万に一つも疑う余地はないのでは。だとすれば、まさか、ビッツレーヴェン少尉は俺に、謙遜している。この欧州検診はもしや、俺の評価表を寄ってたかって完全にするために仕組まれたものだとでも言うのか。バカな、いや、そうだったのか。もしそうなのであれば、この聖獣楼、男としての責任を真剣に検討せねばなるまい。西ドイツ貴族の出自ならば、我がマカベ家との、価格も釣り合う。これは、縁者も文句あるまい。このフォント何なんだ。悪くない。むしろ火の打ちどころなし。ルナで言えば、父、レイジローのメガネもかなうだろう。ああ見えて若い頃は、経営者だったと聞く。俺の伴侶が異邦人であっても問題ないはず。そうとなれば研修が終わり次第、早速、ミツレイ弁家に挨拶に行くべきだろうか。いな、焦りと早合点は禁物。伴侶の何ともなるアニメたちの教えを思い返し、熟考する必要がある。何びっくりした。これはいわば我が人生の ATSF 計画。YF22 を選ぶには YF23 という強力なライバルが必要なのだ。ルナが低粛な妻であるなら、その対抗馬は、バルケンマイヤー少尉しかいまい。我がマカベキには、マカベキは部門の家柄だけに完璧だ。聖獣郎、この命果てるなら、私がお前の鞘となろう。妄想ばっかりだな、こいつは。何なんだこの破壊力へっていうか、さあやって。ヘルガとならば、人生、ベータ、いかなる戦場であれ、戦い抜いていける気がする。そうとなれば研修が終わり次第、早速、フォルケンマイヤー家に挨拶に行くべきだろうか。いいな、焦りと早合点は禁物。伴侶の兄ともなる、兄上たちの教えを思い返し、熟考する必要がある。家庭的な温かさを求めてルナにすべきか、共に戦うパートナーとしてヘルガを選ぶべきか。こっちが恥ずかしくなってくるわ。これが共感性周知か。いかん、爆発落ちなんて最低。バカ者が、この大付けが。何を浮かれているんだこの俺は。若輩の身で、しかも貴重な国費を使って異国へ研修中なんだぞ。ねえ方、これは俺の弱点克服カリキュラムなのではない、罠だ。
俺自身が仕掛けては仕掛けてはまる自爆トラップだ。報告書は書き直した。次回のためにも、潔く今の顛末を書くなよ。一度すべて吐き出し客観視することでのみ、明日また不死鳥のごとく清らかに生まれ変わることができるのだ。報告書読まされる方の気持ちにもなれよ。何言ってんだこいつってなるだろう。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。